あ、なんかある石碑みたいな。いうわけで今日はね、あの常山に来てます。この駅がね、この宇野線かな、宇野線の駅に常山ってのがあるんですけど、この元々ね、この護岸に見えるかな、この後ろなんですけど、常山城っていうのがあるんですよ。でここはね、まあ、お姫様が、お姫さんとか女軍のね、武将が命を落とした場所というところで、この話は天正3年1575年の話である。この常山城には武家として生まれた鶴姫がいた。この常山城は敵により包囲されたのだったが、鶴姫は侍女30人余りを率いて城外の毛利軍に突撃した。そして相手方の武将に一騎打ちを挑むが、それを拒否され、鶴姫は自ら命を絶ったということである。結構ね、有名な心霊スポットだと言われてるんですよ。でも幽霊が出てくるのがちょっとわからないんですけど、若者たちの間でやばいみたいな感じで、上までは車で行けることができるんで、夜はちょっと道がね、困難な感じなんで車で行きます。こんなとこに出てきた。ここやね。じゃあ、ほこらが目印だったのかな。無視してこいつ。このね、周り右とかもお地蔵さんがね、見える。こっちですね。常山城跡ということ。めっちゃ古いね。あ、序軍の戦い1575年。1570。あ、ここか。今日ちょっとこちらに行こうかな。で、今ここいるのがここやな。現在地。序軍の墓があるんだね。で、上にこの腹切り岩っていうのがあって
内亀じゃなくて外亀の方がいいかな。そうですね、しましょう。はい、あ、いいね。このカメラと同じ向きに。でも相当昔のあれだもんね。あ、ほんまやね。あ、何かを抱えとるような感じだね。はい、あ、この上だね。多分この上が序軍の最後の砦で、多分説明書きのやつがあって、立派な木がねありますね。あ、看板が、あ、その隣に序軍の、ここに習ったという合戦があんない。鶴姫以下34人の侍女たちは再起の戦いを挑みましたと。ここで、ここに置いてあるよ、生々しいな。お、お地蔵さんみたいな、タグみたいな。これが多分えらいあれなんだろうね。南無阿弥陀仏。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。風が流れるね。でも春になったら結構ね、ちっちゃい花が咲いて綺麗なんだけどね。あれが展望台というか三角点。ここは頂上っていうことだね。ちょっとね、今この切腹のね、腹切り輪に来たんですけどね、なんか前もそうなんですけど、ここは結構神聖な感じがするんですよね。そうですね、あんま変な感じしないですよね、うん、さっきのあの戦いのところはやばかったね、はい、下の、うわ、綺麗。うわ、ほんまや。
うわ、綺麗。めっちゃ綺麗じゃないですか、うわぁ。え、綺麗。あれ、一番奥にあるって岡山空港かな。そうですね。位置的に。あそこに見える一番奥の島、あのとこって多分高松だと思うよね。あ、ぽいっすね。なんかあのこの間行った岩のとこですよね。うん。で、右のとこにちょっと高いなんか赤いとこあるじゃん。ピカピカ。あそこが多分三宝と高松なんだろうね。へー。あれが多分境出とかあの辺のコンビナートというか、あれ瀬戸橋だよね。あ、向こう向こう向こう。あ、赤く、あ、なんか。ピカピカ光ってた。あ、そう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 。ホアンリンの、あれだね。昭和57年。時折ね、はい、カタカタって音がするんですよ。なんかでもね、しますよね。風じゃないよね、とかね。おそらく初めての人は誰かいるとか、はいはい、そういう話になるんですよ。もしかして序軍の霊がの音じゃねえか、あのその防具をつけた兜じゃないけど、擦れる音が。でもあれ実際ね、こう竹がいっぱい多いんですよ。そうですね。竹藪みたいなのがあって、その竹がね当たって擦れる音が、そういうなんかカタカタカタみたいな音がするから、おそらくそういうのでみんななんかいるんじゃないかみたいな。なるほど。いうのがね、あるけど。まあ、あんまりいい雰囲気ではない。いい雰囲気じゃないですね、本当に。うん、だって、ね、風もあるから余計に。そうですね。はい、という感じです。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。